メチル化は様々な基質にメチル元が痴漢または結合することを意味する化学用語である。この用語は一般に化学、生化学、生物化学で使われる。生化学ではメチル化はとりわけ水素原子とメチル元の痴漢に用いられる。生物の気候ではメチル化は酵素によって触媒される。メチル化は重金属の就職、遺伝子発現の調節。 タンパク質の機能調節、RNA 代謝に深く関わっている。また、重金属のメチル化は、生物機構の外部でも起こることができる。さらに、メチル化は、組織標本の染色におけるアーティファクトを減らすのに、用いることができる。エピジェネティクス及び DNA メチル化を参照アルギニン、モノメチルアルギニン、非対称性、ジメチルアルギニン、対称性、ジメチルアルギニンリシン、 モノメチルリシン、ジメチルリシン、トリメチルリシン DNA メチル化とタンパク質メチル化はエピジェネティクスに寄与する。タンパク質メチル化は翻訳ご就職の一つの型でもある。脊椎動物の DNA メチル化は CPG サイトに起こり、シトシンは5、メチルシトシンに転換される。メ CPG の形成は DNA メチルトランスフェラーゼによって触媒される。c p、G、サイトは 脊椎動物のゲノム全体で見ると多くないが遺伝子のプロモーター近傍に CBG アイランドとして高い頻度で見つかる。CBG サイトのメチル化は遺伝子発現に大きな影響を与える。遺伝子プロモーター領域のメチル化による遺伝子発現の不活化は発がんの重要な機構と考えられている。例えば乳がん患受性遺伝子であるブリーカ1は 非伝性の乳がんでは変異は観察されないが、高メチル化によって不活化が起きている、可能性がある。メチル化による遺伝子再ンスの例としては、このほか、網膜目細胞腫遺伝子、細胞周期抑制因子、細胞腫関連タンパクキナーゼ、APC、エストロゲン受容体遺伝子がある。タンパク質メチル化は通常、アミノ酸配列のアルギニン化、リシ心残機の場所に起こる。 アルギニンは1回または2回メチル化できる。ペプチジルアルギニンメチルトランスフェラーゼの触媒効果によって N 末端に1回メチル化が起きると非対称性。ジメチルアルギニンが2回起きると対称性。ジメチルアルギニンができる。リシンはリシンメチルトランスフェラーゼによって3回までメチル化できる。タンパク質メチル化は特にヒストンにおいて研究されており、S アデノシルメチオニンからヒストンへのメチル元の運搬を行う酵素はヒストンメチルトランスフェラーゼとして知られているヒストンのいずれかの残機へのメチル化はエピジェネティクス効果として遺伝子発現を抑制または活性化させる発生の早い段階において真核生物のゲノムでは脱メチル化が起こる8細胞期から創実廃期までは新たなメチル化がゲノムで起こり エピジェネティック情報が就職、または加えられる。そして、放廃期には、メチル化は完了する。この過程は、エピジェネティックサイプログラム化と呼ばれる。遺伝子ノックアウトにより、DNA メチルトランスフェラーゼを除去することで、メチル化の重要性が明らかになる。この突然変異により、早日廃棄で、肺は死亡するのである。アデノシン、または、シトシンのメチル化は、 いくつかの細菌で機能する。細菌の DNA はゲノムの全体を定期的にメチル化する。DNA メチラーゼは特定の配列を認識し、その配列の近くの塩基一つをメチル化する酵素である。細胞の中に挿入された外部の DNA は特定の配列を認識する制限酵素によって消化される。しかし、 最近自身のゲノム DNA はこれらの制限酵素には認識されない。ネイティブな DNA のメチル化は、ある種の原始的な免疫系として機能し、バクテリオファージの伝染から最近自身を保護している。このような制限酵素と DNA メチラーゼとの組み合わせを制限就職系と呼んでいる。なお、制限酵素は制限酵素断片調多系の実験の基本となっている。 このテクニックで遺伝学者はそれぞれ異なる制限酵素で DNA を消化し特定の位置の配列から DNA の多型を見つけることによって DNA 型鑑定や遺伝子工学に役立てている。生化学において DNA のメチル化は極めて重要な意味を持つためメチル化試薬の多くは発言性変異原性を持つ。そのため 取扱いにはこのことに留意して行う必要がある。メチル元糖酸症メチル化は有機化学ではアルキル化の一種であり CH3 基の受け渡しの過程を表現するのに使われる。この反応は通常メチル元の旧電子剤としてヨードメタン、硫酸ジメチル、炭酸ジメチル、またはより強力なメチル化試薬としてトリフルオロメタンスルホン酸メチル、または フルオロスルフォン酸メチルが使われる。これらはすべて嗅覚置換反応の SN に反応を行う。例えばカルボン酸は酸素原子がメチル化されてメチルエステルとなり、同様にアルコキシドもメチル化によってエーテルとなる。また、ケトンのエノラートは炭素原子にメチル化が起こることによって新しいケトンが生成する。また、メチル化には メチルリチウム、グリニアール主役のような嗅覚剤メチル化合物も使われる。例えば、メチルリチウムはアセトンのカルボニル元を攻撃し、タート、ブチルアルコールのリチウムアルコキシドを与える。ありがとうございます。